こんにちは柳ですさて今回なんですけれども基本定石解体新書というテーマでお話をしてみたいと思います、まあ、定石と聞くと覚えたいんだけどなかなか覚えられませんとかね覚えたんだけど使えませんと相手が思い通りに打ってくれないので使えないというお悩みあると思うんですけれどもこの講座では定石を覚えることではなくて 定石の手順の一定一手の意味を詳しく解体して解説していくということに重きを置きたいと思っています定石の手順というのは本当に一定一手に深い意味がありますのでただ手順を覚えるだけというのはもったいないんですよね定石を通して以後のいろんな大事な要素エッセンスを学ぶことができます そして、って手っての意味がつかめると、相手が違うことをしてきた時に対応できるようになるということなんですね。そういった視点からお話をしていきますので、ぜひお付き合いください。さて、今回取り上げるのは、この星にですね、白がかかってきた。これに黒が挟んでいくという、この基本定石ですね。定石というのは、この隅にあるところにかかっていって、 まあその後お互いにやり取りがあって一段落するまでの手順ということですねでまあ分岐点がいくつかありますもちろんまあここでですね黒を受ける、まあ、ここに受けるとかいろんな選択肢があるんですけれども今回はこのハサミという手でやっていきたいと思いますそして白もここで分岐点があるんですけれども今回も特に覚えてほしい基本定石としてまずねこの三 3, 3入りをやっていきたいと思いますこれは本当に大事な定石で初心者から上級者 有段者、高段者、なんならプロになっても、すごく使う打ち方なんですね。しかも使い勝手の良い打ち方で、本当にいろんな場面で使いますので、ぜひ学んでいきましょう。まあ、今回は黒の視点を中心にお話をしていきたいと思います。で、白にこの三差に入られた場合、黒が選ぶべき選択肢は、こちらから押えるか、こちらから押えるかの2択です。 この局面で初心者の方の多くがですね、ここに打ったりとか、ここに打ったりという方がいらっしゃいますが、これは定石にはない、あまり良くない手となってしまいます。まずね、基本的にこの星に対して三差に入られた時というのは、もうこっちかこっちかの二択なんですね。これない時でもそうです。この三差に入られたら、黒はこっちから押さえるかこっちから押さえるかの二択です。 やっぱりこう打ってある石のですね、この一個隣に迫って来られた時というのは、変に石をこう離さない方がいいんですよね。なんかこうとかこうとか。やるんじゃなくて、ピタッとくっつけて対応した方が良いです。で、この桂馬というのも、白が最初にかかった時に桂馬で受けるという手はありますけれども、白がここに来たらもうこっから今戦いが始まってます。ここで火花が散ってる状態なので、ここを無視してはいけません。もはやこうやってる場合ではないわけです。 さあ、そしてでは黒はこちらなのかこちらなのかどっちがいいんだということなんですがこれどちらも定石ですただ今回はこちらの押さえを詳しくやっていきたいと思いますでやはり今この局面はですねこちら側に黒が構えてありますよねこっちに黒がいる状態ですからこっち方面を大きい黒字にしていきたい黒模様にしていきたいわけですねなので白にこっちに入られたくないんでこっちの方を止めるというのが自然です 逆にこの辺に白がいるとかだったらまたこれ話変わってくるんですね。こちら側に黒の壁を作ってもあまりこっちにね、黒の字は増えませんから、もしこんな状況でしたらこっちに押さえた方がいいということになります。あと実践でよくできるのはこんな布石も多いですね。まあこれもね、やはりこの点に黒が構えているということで、こちらから押さえるべきですね。まあとにかくこちらの方にですね、辺に黒が先に構えている時というのはこちらから押さえると。 覚えてください。そしたら白はもうこう打つ一手ですね。必ずここに来ます。これ黒がね、両方押さえたらもう隅は取れますね。これ白が一気に苦しくなりますから、白は絶対こうですね。さあ、そしてこの次の手もめちゃくちゃ重要です。ここで初心者の方の対局でよく見かけるのは、この跳ね継ぎを打っていくという打ち方なんですね。で、この跳ね継ぎ自体は別に悪い手じゃないんですが、まだ早いです。いや、早すぎます。 これですと白がこちらに、まあこれ膨らみという手なんですけど、この手が非常にいい手になってしまいます。まあ、これ白がね、ちょうどこのカけつりのいい形になっていますし、中央にね、どんどん進出していく手になってるんですよね。で黒はこれ止めようと思って跳ねていきますと、まあこれでですね、この下辺側が黒字になって何が悪いのかと思われるかもしれないんですが、こっちの黒がもう完全に置いてきぼりになっちゃってるんですね。 これで、まあ、こっちの方をね、攻撃されると、黒が不利な局面となってしまいます。やはり囲碁というのはですね、あくまでも一手ずつしか打てませんので、どこを最優先とするかっていうのがすごい大事なわけです。つまり、この羽根釣りというのは、まあ、ここの部分だけを見るとね、ほんとよくできる形ですし、まあ、そんな悪い手に見えないと思うんですが、優先順位があまり高くないっていうことです。この場合、最も優先順位が高いのは、まあ、この黒とこの黒を連携させるということなんですね。 なので、この点が急所です。この伸びが一番いいわけですが、じゃあこれ、こういう風に止めていくとどうかっていうことなんですが、これも初心者の方がよく打ちがちな手なんですね。一見黒がね、こう全部連携して、うまく防衛線を築いているように見えると思うんですね。でも、まあ、白となんか黒同じ形でね、こうピタッと止めてるように見えると思うんですが、実はこれは白に、 ここにですね打たれると黒が非常に危険なんですねまあ、白がこう来てくれてこう止めるとかっていう風になれば別にいいわけですがこの手があるんですよねでこれに対して黒はですねまあ、こっちの方に受けるとまあ、繋がれてやっぱり黒バラバラになってこの中央を突破されてしまうわけですねもうこれはこの黒が泣いてますまあ、黒が、まあ、どこに打ってもですね次にもう1回白にここに繋がれるともうこの防衛ラインが 完全に突破されてしまうということになるので、黒としてはここは切っていきたいところなんですよね。逆に白も切り離して反撃していきたいというところなんですが、こっちにも穴が開いてるんですよね。で、これ当たりなので、まあ逃げるとまた出られてですね、今度ここがもうぶち破られてしまうと。これは大変なことになりますね。もうこのあたりに黒字が全くできなくなってしまいます。もうなんだったらね、この黒2種はもう白に取り込まれてしまう可能性が大です。 ということで、この手とこの手は1個しかずれてないんですけど、この手はめちゃくちゃ危険だということなんですね。これはね、ぜひ肝に銘じていただきたいなと思うわけです。で、まあ、この伸びが大事な一手ですね。これで逆に白のですね、この隙間を狙ってるということなんですね。やはり囲碁というのはこのお互いの石の関係性が大事ですから、こう自分の石だけなんとか守ろうとか、自分の石だけを見ていい形にしようっていうのはなかなかうまくいかないんですね。 このように相手の弱点も狙いながら、まあ自分もいい形にしていくというのが非常に重要な考え方です。で、白は通常、まあここに打つことになるんですけれども、一応これ定石の手順としてはここで、こちらに下がるというのが定石になっています。まあこれ下がりという手なんですけどね。この手から一個こう端に向かって並んでるという手を下がりというんですけれども、これどういう意味かっていうと、黒にここに打たれても、 押さえといて、これあらかじめこの断点、黒に切られてしまう恐れのある場所をもう先に守ってあるということなんですね。で、この断点が2つあるっていうのが癖物でですね、これ切られて、で、こっちも切られるっていうふうになると、白は、ま、どっかが、ま、切り離されて取られちゃうということになるわけです。しかし、このように断点が1個しかない状態だったら別にこの黒をこのように取ってしまえば何事もないと。 いうこことでこれは白隙がないといととうこななんですねなのでこの定石の場合は、まあ、この手とね、まあ、そんなめちゃくちゃ大きい差があるわけじゃないんですけれどもこちらの方が少し字が得な守り方ということでこちらに打つ手が定石となっていますそして黒の次の手はこの桂馬ですねこっちからも桂馬だしこっちからも桂馬になっているというすごいこれ美しい形になりますこれで黒はきれいに連携していますしちょうど白が出てこようとしてもぴったり抑えられる 出てこようとしてもぴったり抑えられるという形になっているわけですね。ということで、黒がここに打った時点で、これ以上もうあまりやることがないので、ここまでで一段落となります。ここまでが定石です。この一手前まではこれやめるわけにいかないんですね。まあ、白のこの手もね。打たないと危ないですしまあ、黒もね。これ打たないで白にこれ突破されちゃうと、またね。この連携が切れてしまってまずいということで、この手も絶対大事な手なんですけれども。 この時点でお互いの守るべきところはもうなくなったということですね。なので白はここでまた次の大場に向かっていくという進行になっていきます。はい。ということでおさらいしていきましょう。黒の星に対して白がかかります。そして黒はこちらでね、まあ、受けていくのか、挟んでいくのかという分岐点がありますけれども、今回はハサミの定石をやっています。 で、ここで白が三 3, 3に入っていくというのも、すごい大事で使い勝手のいい手になりますので、ぜひこの打ち方は覚えてほしいというところですね。で、黒はここで二択です。二択しかありません。こうやるか、こうやるか、どっちかです。で、どう選ぶかというと、こっち側にね、ここに黒がいるときは、こちらを止めると。ここにいないとか、逆に白がこの辺にいるとかっていうふうになってきたら、こちら側から押さえるべきですね。 ま、こっちに押さえるのもね、すごい大事な定石なので、これはまた別の回で詳しくやっていきたいと思います。今回はとにかくこちら側に黒石がいるときは、こちらから押さえると。そして白はこのように打ちまして、ま、繋がっていく一手ですね。ここに分岐点はありません。そして黒の次の手も、もうここに伸びる一手ですね。はい、これも分岐点はありません。もうここが大急所です。ここに打つしかありません。もうここ以外のどこに打っても白はもう、 こちらに打ってきます。逆に白が素晴らしい形になってしまいます。ここでいきなりつけていくというのは、白に跳ねられて危ないですし、さっきちょっと触れなかったんですけれども、ここで桂馬マするというのも危ないです。これ、ここの黒は桂馬マでいい形ですが、この黒とこの黒の関係性がですね、これ、狭間という形で、こう、斜めに1個空いている状態。 これは良くなない形の代表なんですね。白にこの狭間の真ん中に打たれるとこうやったらこっちにねどんどんズルズル出られてしまいますしこっちに打ってもこっちにズルズル出られてしまうという形で黒これ困るんですねなのでここに伸びて白の弱点を狙うという気持ちがすごく大事ですで白が守ってきたらその時に初めて桂馬していくと。 で、これちょうど桂馬、こっちからも桂馬の素晴らしい連携の形になるということですね。そして、ここで一段落定石完了となります。で、この定石自体に有利不利はありません。お互いに言い分があって互角ですね。白はま隅の字をしっかり取ったよと。その代わり黒はま外側にね、まあ、これ厚みというふうに言いますけれども、まあ、すごいこっちの方に発展性のある壁ができましたよということですね。 互角ですけれども、好みはもちろんあると思います。隅の字が好きな方もいらっしゃると思いますし、まあ外側のね、この厚みが好きだという方ももちろんいらっしゃると思います。まあ定石の手順に慣れてきたら、この好みで選んでいくというのも大事ですね。自分の得意なパターンを見つけていくというのもいいと思います。そして定石というのは場所と向きが変わっても発生することがありますので、まあちょっとね、変えて最後に練習してみましょう。これ、さっきと全く同じ定石ですからね。 ここううななって、こうなると。まあ、定石はどうしてもね最初は手順を覚えるところから入らないといけないですけれども、まあ、こうやって言って手っての意味をですねなぜそうなるのかというのを知っていくそして場所と向きが変わわっても戸惑わずに同じこ,とができるとここまでくれば完璧ですねでこれは冒頭に申し上げたようにただこの定石を覚えたというだけではなくてですねこの定石以外のところにも使える考え方エッセンスがたくさん今回入っていたと思います そちらの方がメインディッシュでこの手順を覚えるっていうのがおまけぐらいに思っていただいた方がいいかなと思います本当にねただただ暗記してしまいますと相手が違う手を打ってきた時に全く対応できなくなってしまいますからねまた何か疑問点がありましたらコメント欄に書いていただければ補足の動画も追加していきたいと思っておりますそしてもちろんここが分かったとかねここがよかったとか励ましのコメントもいただけましたら大変喜びますぜひよろしくお願いいたします はい、ということで今回は以上です。この動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。そしてオンラインサロンの募集も行っておりますので、ぜひ概要欄からチェックしていただけると嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。うん